コテネターチャンネル。皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて、とつり祭り準決勝、敗退のロボット2期目はランスロット。そもそもランスロットってどういうこと？って思うかもしれないけど、ティア2のクラスでチャンピオンリーグでもまだまだ戦えるロボットなので、これはなんとか突れると思いやってみると、まあまあ結構突れました。ビーコンゲットの確実性もそれなりだし、楽しいし、何よりスタートアップの時の味方敵関係なく、なんだランスロットって感じがその理由です。ランスロットの盾は今のダメージ増幅しまくり時代で、しかもスピアのようなぶっ壊れ系兵器が出てくる、そんな状況ではかなり厳しいけど、それでもポテンシャルの高さでカバーできてるかな。今回は完璧な続行とつり仕様で、左側ゲージを見てもらうとわかるけど、ニトロ3個済みです。どう？かなり早くない？これってドローンの組み合わせでは、とつらないバトルでもまだまだ現役できるって思うな。では2戦目ではスピードから防御力へシフトしてます。やっぱり速度はかなり厳しいけど、回復力あるんで一気にダメージを受けなきゃ、生存率はかなり高くなる、そんな仕様にしました。うん、やっぱりとつりはジャンプユニットだね。さあ、リペアアンブカウントマックスに到達。これで防御ポイント75をゲットしました。そして敵地ビーコンを染め上げる、とつりも成功。あとはキルを増やします。どちらかというと長距離マップでなきゃスピードにストレスあるけど、ジャンプユニットでカバーできるならリペアアンプ3個済みの方がとつりやすいかも。世界的なとつりブームの火付け役になるためにも生存率は大事だね。ほんと。やっぱりランスロットは楽しい、そう思えた。とつり祭りでした。